これを食べると痩せることができます。今回はカルディさんで私が低糖質の食材を選んでまいりました。そして微腸活専門家の立場から今回3位から1位までランキング形式でお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧くださいね。また今回のその低糖質のダイエット食材は共通点があります。それは腸内環境を整える食材だから、またろ過防の食材だからなんです。腸内環境が整うと痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が元気になって増えてくれます。その結果あなたは痩せ体質になることができる。でまたこのろ過防食材とは何かということなんですけれども、低糖質の食品のことなんですね。太る原因は腸内環境が悪いことと糖質の摂りすぎなんですね。そこでこの糖質をその制限することが、カロリーがこう高く制限することよりも今で大事と言われています。カロリーだけを気にしていてはダメなんですね。なぜかというと太る原因はそもそも糖質の摂りすぎだからなんです。そこで今回お伝えするその食材はこの低糖質食材、結果あなたの血糖値をその上げるものですよね。糖質をその抑えてくれる、緩やかに上昇する食べ物ですから、結果その脂肪を溜め込みにくくすることができるんです。でまた脂質にはこういったですね、その血糖値を上げる作用というのは一切ありませんから、ダイエットする時にポイントとして大切なことは、あなたの腸内環境はいかに良いかということと、この糖質による血糖値の急上昇をいかに抑えて結果脂肪を溜め込みにくくするか、この2つのポイントを抑えて食材を選んでくださいね。では早速ランキングの3位からご紹介していきたいと思います。今回カルディさんで選んだ第3位はこちらです。低糖質ナッツです。こちらかなり大袋なんですけれども、いかがですか。私ナッツね大好きなんですけれども、一気にこう食べ過ぎてしまうことってないですか。美味しすぎて。ただこれがいいところは中に個包になっていて、こう1日こう食べる、ね、量がちゃんと最初から作ってくれてますから、食べ過ぎ防止にもなります。ちょっと開けてみましょうね。こちらですね、私ナッツもどんなナッツも大好きなんですけれども、これはですねミックスナッツです。でしかもミックスナッツをナッツだけではなくって他にもね入ってるんですよ。こちらです。色もすごく綺麗なんですけれども、ちょっと見ましょうね。ご存知でしょうか。原材料名をチェックするとその書いてある順番の順位がその子の食品を占めているその量の割合なんですよね。なので一番最初に書いてある食材がこの袋に占める割合が一番多いということなので、これはですね一番最初にくるみってなっていますから、くるみが一番いいわけです。内容量がですね、でくるみとアーモンドとあとヘーゼルナッツがまあナッツですね、プラス種系も入ってます。パンプキンシード、要はかぼちゃの種が入ってるんですね。でまたクコの実も入ってますから、もう本当にお体に良いものばっかりですし、食塩とか香料とかですねお砂糖とかも一切味付けしていないナッツのパックなんですね。でこちら1袋が 25g でエネルギーが163キロカロリーで、こちらですいっぱいやっぱりミネラル、ビタミンも豊富、鉄分も取れたりするんですよね。でナッツがいいのは食物繊維がたっぷり入ってますので、この腸内環境も整うことができるんですね。でナッツのダイエット効果ですけれども、とにかくねこれ低糖質なんです。先ほどお伝えした血糖値の急上昇にこうなりにくい食材なので丸で、プラスその栄養のバランスもすごく良いです。栄養不足の方は痩せることはできません。なのでこのナッツのパックを1日1袋目安に召し上がっていただくといいんですよね。美容と書いてあるだけにですやっぱりこのクコの実ですとかパンプキンシードも入ってますからね。でこれ裏すごいのが、ヨーロッパの研究結果をもとに栄養バランスを考えた黄金比率のミックスナッツだそうです。黄金比率だそうです。なんかいいですよね。
本当にこれね、あの体に嬉しい栄養素いっぱい入ってますから、ぜひぜひおやつとしても召し上がっていただいてもいいですし、こう砕いてこうサラダとかにまぶしてね、トッピング用に使ってもいいと思いますよ。では次、ランキングの2位を発表したいと思います。こちらです。これは低糖質10日間のロカボナッツチーズ入りです。ダイエットにチーズが向いていることご存知ですか？このチーズというのは発酵食品ですから、あなたの腸内にいるその痩せ菌イコール善玉菌のですね、その含んでいるこうとってもいい食材になるんですね。ちょっと開けてみましょう。でこちらも低糖質食のロカボ商品なんです。でこちらはですね、あのオメガ3っていうのはその脂肪酸ですよね、もう入っていますか、先ほどのも入ってますけれども、こういった良質の油を取ることでダイエット不可欠ですよ。はい、こちらです。こちらは、1袋あたりが 23g です。でエネルギーが、先ほどよりも低くて 148kcal で、いいのがこの1袋あたりですね、糖質が 2.2g しか入っていません。太るもと糖質が少ないわけですね。その代わりですね、すごいのが、まあ、プラスすごいのがですね、栄養が豊富、もうビタミン、ミネラルがもういっぱい入ってるんですね。でこちらは、原材料チェックしますと、くるみです。で次がアーモンド、次がヘーゼルナッツで、最後に乾燥チーズかっこナチュラルチェダーチーズが入っています。こちらも完全に無添加ですよね。一切お砂糖や食塩や香料などがもう不使用ですので、ぜひぜひこちら召し上がってみてくださいね。でチーズはですね、実はこちらオーストラリア産のチェダーチーズが 100% を使っています。で1年以上熟成させたチーズなので、本格的な味わいですって書いてます。めちゃくちゃ美味しいんですね。でこれはお子様にも良いですし、あのお酒がねお好きな方にも、まあ、おつまみとしても体に良いおつまみですから召し上がっていただくと、血糖値の上昇を緩やかにしてくれますから、脂肪を溜め込みにくくしてくれるのでおすすめなんですね。では次、いよいよ堂々のランキング1位を発表したいと思います。低糖質10日間のロカボナッツの食塩と油が不使用ということで、一番糖質の割合が低いということで私選びました。でこちらもロカボナッツですから、もう低糖質の食材なんですよね。ちょっと開けてみましょう。こちら原材料を見てみると、やっぱり、ね、シンプルなんですよね。こちらです。くるみで、次がアーモンドで、次がヘーゼルナッツだけ、このミックスナッツ3種類だけでできています。なので1袋 30g も入っていて、今までの、お伝えしたグラムよりも一番多い量が入っているのにもかかわらず、なんと1袋あたり糖質がたったの 1.6g しかない。もうまさにダイエット食にぴったりの低糖質の食材なんですよね。でこちらもですね、 もちろんもう同じです。もう栄養が豊富、食物繊維も豊富、そしてエネルギーが、こちらがですね 211kcal 1袋あたりですね。カロリーはちょっと高くてもですよ、この糖質の量が大事なんです。もうとにかく糖質量が少ない 1.6g ですから、まあ、満足感があって、多く食べた割には糖質量が少なくて脂肪をため込まずに済むという、このロカボナッツ第1位に輝いたのは、シンプルなナッツ3種類のミックスナッツでした。さあ、いかがだったでしょうか。あのどんなに美味しいものもそればっかり食べては飽きてしまいますよね。あのポイントはやっぱりいろんな腸内環境を整えてくれて、こうロカボ低糖質の食材をこうバランスよく美味しく食べることが大事なんですね。そのことで、あなたの腸内環境の中にいるその痩せ菌と呼ばれる善玉菌のその種類をですね、増やしてあげる必要があるんです。食べるその食材の種類が少ないということは、イコール善玉菌の種類も少ないわけです。そうすると腸内環境のバランスってやっぱうまく保てないんですよね。やっぱりいろんな力を持ったその痩せ菌、善玉菌を多く持っている方の方がやっぱり健康なわけなんですね。本当に学ばせていただくなと思います。もう腸内環境にいるその細菌から学ぶこといっぱいありますよね。
さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのような様々な腸活法、ダイエット法、健康をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。で、またこういったダイエット法に関してですね、ご質問割の方は皆様こちら詳細欄のリンク貼っておりますので、皆さんご登録後直接私までご相談されていますので、必要な方はぜひ登録してくださいね。またこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきまして、どんどんご参加ください。私もとても励みになっておりますし、もう本当にね嬉しいんです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。